はい、どうもおじさんです。サウスキャロライナにおります。ということで、実は34リセットしたんですよ。ちょっと時間あったんで、お届けまで余裕あるんで、ピックアップは昨日の夜の9時8時だったんですけど、遅らせて今日昼というか夕方、ちょっと早めの夕方にピックアップしようとしてます。はい、で遅らせたことによってリセット完了するんで、はい、そういうことです。お届けのね、時間がちょっと余裕あったんで、はい、ということでこの巨大なウォルマートにやってきました。ここで補給してから出発しようとしてます。なんかね、水とかも全部だいぶなくなっちゃったんですよ、物が。なんで補給してから出発します。どうも、行きましょう。皆さん、久々にグランマクッキー買いましょう。グランマ、なんかパッケージ変わってる。グランマ、やっぱなんかおばあちゃんのクッキーは美味しいっていう感じ。なんか日本的に言えばおばあちゃんが作ってくれた芋煮みたいな芋煮事故っちゃいましたあ、ここのウォルマートはチキン売ってないな。まあ、ちょっと探してみましょう。トゥトゥトゥルトゥ。おじさんは小粒のブルーベリーが好きです。だけど大きいのしか売ってないな。しょうがない。いくらだろう。値段書いてないです。それとブラックベリー、ブルーベリー、うん、玉ねぎ買ってっか、一応。キビ買ってきました。キビちょっとちっちゃいけど小ぶり。ちっちゃいミニコーン、ヒゲ取って
ミニアチュアコーン。Oh, is that right? Yeah. Yeah. これどうだ、太さ見てます。よし、サラダ買ってっかな。久々にこれ買ってみましょうか。アルーグラ。ドゥ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 。主婦の基本。後ろを見る日付ね、一緒。 OK、 一緒なんで大丈夫。今ねオクラも見たんですけど、オクラはあんま新鮮そうに見えなかった。こう見えてちゃんと見てんすよ。だからスキップしました、オクラはね。オクラ、トゥルトゥル、トゥルトゥルトゥル。メモ見ます、メモ。野菜でしょ、うん、どうしようかな。パン、うん、すぐカビ生えちゃうんだよな。ちょっと炭水化物は我慢します、うん、ちょっと最近減らすように努力してるんですよ。キャロライナの肉見てました。でかい、キャロライナの肉。チキンポットロースト15ドル、14ドル49、 2.2 パウンド。あ、やばい、血が出てきた。血が、ポットローストね、すげえ。肉のサイズがちょっとでかい気がします、スプリングフィールドより。ステーキおじさん2枚持ってて、多分キャロライナだからサーモンとかない系かな。魚は食べないこの辺りの人たち、それ系。うん、ビーフ、ポーク、チキン。ドゥルドゥルドゥ。皆さん、サウキャロのこのウォルマートには魚は存在しないです。ノーフィッシュ。ノーフィッシュ。ノーフィッシュってことでお願いします。ちょ、もう一回探しに行きます。ここであのコーヒー買ってから。コーヒーコーヒーコーヒーだー、売ってるかな、ベローナブレンド。あった、高級品、13ドル、カフェベローナ。
ウォルマートコーヒーはまだいいかな。うん、まだいいでしょう。今日のね、主な買い物はあれだったんですよ。あれを買おうとしたんですよ。水とミルク。水が、最近水ガバガバ飲んでるんで、なくなるのが早い。ちょっと先に水キープします。売り切れる前に。あるかな。ありそう、ありそう、ありそう。ヨーグルト、ヤクルト、ミルクを探しに行きましょう。Excuse me. Sorry. Chobani, aru. Jang. 落ちないかな？大丈夫かな？もうチョバーニないです。2個。ね、あとヤクルト。ヤクルトはあるはず。あれ？あれ？あった、あったあったあった。ヤクルトが大量に並んでます。皆さん見える？見えないかな。ヤクルト。あ、なんかね、こんなヤクルトもある。ライトって書いてる。これ何？軽い薄味。わ、賞味期限結構短いんだ。25。あ、やっぱヤクルトって生きてるからね、早く飲まなきゃなんない。ちょ、これ試しに買ってみます。初めて見たんで。ライト、うん、ライト OK。 買いました。ここのウォルマート、おじさんが欲しいもの結構揃ってますね。よくないことあるんすよ。水買ったでしょ、チョバーニ買ったでしょ、ミルク、ヤクルト、ハニー、ベーグル、サーモン、チキン、サラダ、サラダ買ったでしょ、うん、クリネックス。ここのウォルマート音楽が小さめでいいっすね。編集が楽、多分。かすかにほのかに流れてます音が。だから多分そんなに音消しのめんどくさい、めんどちいことなさそう。まあスピーカーがあるとかちょっとあれですけど。これ何、セリーヌ・ディオン。この音楽は違うか。
セリーヌ全然違うセリーヌディオン。でもやっぱキャロライナはこの辺りやっぱ肉系バーベキューとかやっぱ中心だと思うんで、で魚系は冷凍系ですね、多分ね、冷凍シュリンプとかかな、多分生はないっす。おじさん冷凍庫ないんで。肉はあるからな、クリネックス見に行くか。一番大事なものは揃いました。水とミルクね、コーヒー、ヨーグルト、果物、サラダ、ブルーベリー、うん、ベーグルな、どうしようかな、一番ベーシックなトーマスベーグルいきますか。トーマスプレーンベーグル。なんかシナモンとかね、味付きもあるんですけど、おじさんは何もついてないのが好き、うん、あれ買ってこう、クリームチーズ忘れてた。もう古いんですよ、半年ぐらい経ってる半年開けてから半年経過、プレーンベーグルは売ってないです。いろいろごまとかが乗ったやつばっかり、シナモン、ごま、ブルーベリー。なんかプレーンあるけど見たことないブランド、なんだろうこれ。ニューヨークスタイルって書いてますけど何が違うんだろう。ちょっとでかいのかな、直径が。どこが作ってんだろう、マーケットサイド、ウォルマートブランドかな。どうしようかな。もう一箇所ね、ベーグル売ってるコーナーがあるんですよ。なんか半分冷凍みたいな。ここにはないかな。パン。なんか炭水化物減らすように努力してるって言ってベーグル買おうとしてますよね、僕ね。努力はしてるけど買うことは買います。でちょこちょこっと食べるっていうね、そういうなんか口だけの人、僕タバコやめますって言ってやめないみたいなそれと一緒僕パンやめますってやめないっていうね、それ系。でも砂糖はもうほんと我慢、ここら辺の砂糖系はもう我慢。どうしよう。あとあれだな、蜂蜜とクリネックスとベーグル買って、皆さんすごい、あ、皆さんビーフトング売ってます。何これ、こんなん食べんの、この辺あたりに人、ほら、ビーフトングってこんなどでかいんすか、すごいすごいですね。キャロライナの人たち食べるんだ。下牛タン、ね、牛タンがカットされる前の状態で売ってました、そのままベロってなんかあれじゃないですか、ストゥーとかに入れて煮込んでとかじゃないですかね、ぶつ切りにして、違うかな、そんな気がした。戻ってきました、買うか、ちょっと分かんないから。そう、これね、これとあとはまたデイリーコーナーに戻って、あれ、クリームチーズ、
ドドドド。あ、そうだ、思い出した、これ買っていこうとしたんだ。缶詰、おじさんの好きな缶詰売ってるかな。トゥナインオリーブオイル EBOO、 トゥナイン EBOO ないな。ここには売ってなさそう。あ、あった。これ、これおじさんの好物。オリーブオイル漬け。ちょっと差があるかどうかチェック。こっち買ってきます。缶の後ろが潰れてない割合 OK。 あった、これなんすよ。このなんかね、冷蔵してるベーグル、これで、クリームチーズ、クリームチーズはどこだ、ここだよな。今見てます。おじさんがいつも食べてるクリームチーズが見当たんないな。まあ、まだあるんですよ。ただちょっと古くなってきてるっていう。でも全然腐る気配はない。すごい入ってるでしょ、多分いろいろ。そういう風に分離しない、油とか分離しない成分がね。ここには売ってないな。そうそう、このフィラデルフィアっていうブランドなんですよ。おじさん欲しいの、なんかありそう。フィリーブランド、名前だけね。だけどないな。Excuse me?Oh, sorry. ベーグルを回避に行く前にクリネックス発見しました。クリネックス、これね、おじさんの好物。このサイズ、長方形の箱で4つ入りね。で、なんかローションとか入ってないベースモデル、これがおじさんのお気に入りです。クリネックスで、クリネックスボトルブラッシュ、ハニー、あ、ハニーね、ベーグル買った。サーモンはない、チキンはまた今度。ボトルブラッシュもこの辺りでしょう。ここかな、このアイルっぽい。ドゥ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 。ないな。皆さん、ここは猫ちゃんコーナーです。ミャオ、ファンシーフィーストが売っております。$1.11ファンシー。なるほど。猫ちゃんコーナー、ワンちゃんコーナーもう一個向こうのアイル、
ていうかブラシ売ってないですね、おじさんが欲しいタイプ。もしかしたらあの食器コーナーの方に、あ、あった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 、これけ、これだとねコーヒーの赤が取れないんですよ。なんかもうちょっとだからこういうのがいいかなと思ったんですけど、これだと入んない、おじさんのボトルに。どうしようかな。これどうだろう。タイル、タイルね。タイル系ね。やっぱこれになっちゃうんだよな。これね。トラックの窓を洗うのにも、虫取るのにもこれ使ってるんですよ。で、この間ちょっと落としちゃったから砂とかついてガラス傷ついたら嫌なんで、買っていこうかなと。2個買っていきましょうかね。こっちの方がやりやすいかな、傷がつかないっていう意味でね、考えてるんですけど、どうしよっかな。これとか、傷つくかな、これだと。マルタイパーパス、ガラスに傷はつかなさそうではあるけど、こう 腕をやるとこのぐらいつく。こっちはやばい。しょうがない。あと何でしたっけ、ハニー。多分ハニーはね、ピーナッツバターコーナー、その辺りにあると思う。クラッカーはスキップして、ポテチポテチ、なんかスムースオペレーターとかっていう歌がかかってる。多分それ系の歌だと思う。あれ？パン？あ、ブレッド？ハニー。
ティーキャンディタードローハニー、これが来ますよ。ほらほら。全然歌詞知らない。このオールマートいいですね。なんか音楽がいい。ほらほら合ってた。やっぱ知ってるでしょ。知ってることだけは知ってます。ちょっと朝っぽい音楽じゃない。そこがいいっす。っていうかいいかなこれで。うん、まあ、健康的なも揃ったし、ジャンキーなものはトラックストップで買えるからね。あのチーズクロワッサンとか。水もオールマートで買ったら1本1ドルだけど、トラックストップで買ったら1本3ドル50ぐらいするんですよ。でこの間買ったんですよ、なくなって3本ぐらいね、9ドル。で今回もどうしようかなと思ったけど、ここにウォルマートあるの発見したんで来ました。っていうかね、ここのウォルマート1回来た記憶がある。チャックとチャック先生、まあもしかしたら違うかもしれないけど、なんか駐車場のレイアウトがこんな感じだった気がする。5年前に、ね、だから5年前に5年分に来ました、多分合ってれば。ここのウォルマート巨大だな。まだ向こうまであります。皆さん行かないです、向こうまで。積み込みするのに1時間かかると思うんで、あんまりそんなに時間に余裕はない。そこそこあるけどそんなにはないんで、積み込みしてピックアップ行かなきゃなんないんで、2時ぐらいまでに。今もう12時過ぎてる。ということで買い物終わりました。これでしばらくは大丈夫でしょう。水、コーヒー、ハニー、ヨーグルト、果物。というかおじさんもこれからウォルマートの商品をたくさん届けることになるだろうって。次の荷物もそうなんですよ。ピックアップしてウォルマートのディストリビューションセンターに行きます。初オハイオ。そんな感じなんですよ。コーンドッグだって。コーンドッグ。おやつ。多分あんまり体には良くないと思うけど、買いました。コーンドッグ2個。混んでる。もう皆さんなんかキャロライナの、多分これスポーツチームのなんかでしょう。なんか見ていきましょうか。おじさんよく鍵なくすんでね。鍵止め。
お土産にユニバーシティオブサウスキャロライナって書いてます。それ系のなんかなんだろうな、これはジャージーとか。何時？なるほど。まあいいや。Thank you. Have a good day. はい、どうも皆さんお疲れ様です。ということでお買い物が終わりましたので、これから姉妹タイム。ここからがまた一苦労ということで、サウキャロ、ここはなんていう街か分かんないけど、おじさんがピックアップ行くとこは多分ね、ケイシーなんかそんな感じ。すぐこっからすぐなんですけど、高速の出口で2個先に行くんすけど、ここのサウキャロのウォルマートさんには魚はないよということが分かりました。ただ牛タン、肉の種類が豊富。他のスプリングフィールドでは見ないタイプの牛の部位が売っております。牛部位、はい。ということでしまいましょう。